おはようございます。本日は2021年9月1日 水曜日、もう夏休みね、終わっちゃいました。おはようございます。さくらです。昨日までのね、動画、夏休みの冒険物語すべてでございます。本日ね、お知らせでございます。本日この動画の告知で一旦ね、動画停止いたします。停止というか、閲覧はね、自由になさってください。投稿はね、当面ね、控える可能性ありますんでね。まあ、私に攻撃を行うならね、投稿を行いますよ。楽しい動画ね、しばらく投稿ありません。攻撃を行った場合はね、私によらくね、投稿いたしますから、そこの点ね、今後の接し方、分かってくださいね。こちらは退院となります。10時45分にはね、また出発しようと思います。足もね、歩けます、少しずつ。JR 札幌駅の札幌病院です。まあね、帰る帰れない、私のこれ自由なんでね。まあ申した通りね、 PCR 検査陰性でございました。肺炎もありません。私近寄ってきましたらね、文句言わせてもいただいて、辛口のね、ふざけないようにお願いしますね。9月からちょっと厳しくね、対処させていただきます。まあ、9月ですんでね、いつ帰るかは申し訳ありません。もう間もなくね、神戸に帰ることは間違いありませんから。それは私ね、帰る帰らないはそこの全自由なんですから。旅行できておりますしね、北海道移転したわけじゃありません。昨日のね、コメントのに明記いたそうと思いましたけどね、私の口頭で、ね、これ毎度のね、バカの演出じゃないかと思う方は中にはいると思いますが、 YouTube のね、視聴の中には。だけどね、神戸でね、攻撃を行わない限りはね、私も当面控えさせていただきます。私もね、いろいろ今回の旅でもね、いろいろの楽しいこともありましたけどね、やはり一人という点がやはりね、難点も多々あります。何度かね、家族のね、行動を見てて私悲しくなりました。一人のね、哀れさというものがね、こういう時に湧いてきます。だからね、あまり私気楽でいいなと思うことね、やめていただきたい、恨むのやめていただきたい、そんなことは徹底的にね、排除いたしますから。札幌ではね、そんな人一人もいませんでしたから、北海道内でもね、まだ私避けてるぐらいでしたから、どの方もそれでね、普通です。私もここ退院ね、11時約束なんでね、とりあえずね、病院はね、出発いたします。このね、後のね、いつ再開するかはまだ未定です。攻撃の場合は黙っていません。お分かりいただけますね。攻撃が神戸で近寄ってきた場合にはね、即ね、動画にね、文句のコメント投稿いたします。ではね、本日もちまして、しばらく YouTube の方ね、とりあえず楽しい動画はありません。この後以上でございます。では退院の時間となりますのでね、出発いたします。